こんばんはまあ <laughs> まだ10時前なの嬉しいね今日はね昨日と今日は昨日は平日なんだけど昨日と今日はライブ1本だけだったから 今日もね、何時だっけ今日めっちゃ早く終わって、でも今日は終わってからね、ネイルに行ってきました。来週はもうレッスンとか、いろいろ生態に向けて、あの…レッスン上、いっぱい行ったりしないといけないから、今日早く終わったから行っちゃおうと思って、できました。 疲れてる時にアーモンドそんな疲れてないんだけどなんだっけなんかこれ TikTok かなんかで見ておいしそうと思って買ったらめっちゃおいしいアーモンド効果あるえ効果アーモンドって何にいいのか分かんないけどアーモンド好きだからね買ってみた白のパッケージのやつみんなも明日飲んでみて。 誕生日おめでとうやばいありがとう生誕で直接言いに来てえこれ美味しいちゃんと毎日飲むようにしようやがいね楽しかったね寝てたんだけど奇跡的におはようもう寝てたの早いね <laughs> こんばんばはは今日は大阪にいますねなんかどっか行ってたよね今日のライブ10月なのに暑すぎたけど今日めっちゃなんか最近ずっと涼しかったからそう涼しいんかなと思ったら全然暑くてめっちゃびっくりしたアーモだビタミンだからあそうなんだ あだ1日分のビタミン E 植物繊維 CA って書いてあるうまっ練習楽しみ日々見れる練習楽しみもうさ生誕あっという間だから頑張らないと健康にいいんだとにかくみんなもアーモンドいっぱい飲んでね ブルーサマー久しぶりにやったかも最近割とあんまやってなかった気がするみんな今日も来てくれてありがとう。 い中お疲れこちらこそ今日もありがとうね来てくれて最近さ目合う,合うよねちゃんと <laughs> 今日もとても可愛いかありがとう会いに来てくれてまた待ってますねやばいなんか最近さ目悪くなったのかもしれなくて大丈夫かな お疲れ様ありがとうこの土日ずっと寝てたお仕事いっぱい頑張ってるからいっぱい寝て元気になってまた会いに来てね来週2回も会えると聞いてマジ ?2 回も会える明日会えそうです中野の方かな明日も2現場ありまして1本目が今日と同じでイオンモールで明日 あ夜が中野なんですけど中野0うん中野0大ホール合ってるかな時間が結構空いちゃうしあのまたちょっとイオンと中野で夜も遅いんですけど誕生日前でもありますしいっぱいもうさその次さ次定期で。 まあいっぱいあるんだけど、シアターマーキュリーとか。みんなちょっと移動大変だけど、来てくれたら嬉しいです。あそこコールした時に声が響いて。みんなさ、あんまさ、イオンモールだからさ、あんまコールそんなしてなかったのかな。久しぶりに聞けました。ありがとう。花色は2ヶ月目だからまだまだブルー様。<laughs> 2ヶ月目かわいい。 ブルー様はねあんまね最近ねやんないことたまにあるかもね得点回答目で見たっけどやっぱまきちゃん買いすぎてえー、ちきらないで今日 <laughs> 久々,久々みんなにみんなりんこの間何だっけなんか何だっけかな違う何だっけあドイツ村であったこんばんは花色これ花色花のライブ まきちゃんかわいいから見ちゃうねほんとにほんとに思ってくれてるのゲームでもしてるのえな、ー、んでだろううん全くしてないわり来たら今さ幕張あの色初めて見れてよかったねすごい初めてって嬉しいまた会いに来てね仕事だから中野か夜遅いけど待ってるねお仕事終わりに。 移動距離やば明日移動大変私合間はね結構時間あるんだよねうんそう幕張から中野めっちゃ大変ねあっという間だったよね20分元気だけど疲れてたっぽいから寝ててたよもう元気 ほんとにいっぱい寝たらさ元気になるからさいっぱい寝れてよかったまきもいっぱい疲れてるときとかはいっぱいもうとにかく寝るサマーが終わったらやらなくなるのかえー、でもいっぱいやるんじゃないなってさ今さ夏でもさサンタとかもやるじゃん仲良くなれるのか仲良くなれるよ話したら。 みんな下2回マ頑張りましょうライバーマニアナイブパ全然ありがとうね仕事終わりにお誕生日めでとうございますお誕生日めでとうありがとう、あのさ、いっぱいさあのー、え、え、なんだっけ AT? なんだっけあのあれ書いてくれてめっちゃ嬉しかったあの X のあの下のやつあれいっぱい書いてくれて嬉しかった、やっぱめっちゃお腹鳴ってる めっっちゃ嬉しかったありがとう楽しみだね生誕 <laughs> いっぱいいるからね雨晴れとかね一回目の花色は見に行きたいです次は生誕いっぱい寝て元気出てきて今気ケんホンに会えなかったから今寂しくなってる悲しいもう次はさ19日ってこと なんかさ、ドイツ村こないだだったけどなんかもうさ遠く感じちゃうよねマキも早く会いたいよこんばんは、えー、あそう ARTART AR そう私は今日はあのあんちゃんが山本あんちゃんが出てるオオカミくんをちゃんとリアタイで見てました 可愛かった今日も妹が <laughs> みんな見てるオオカミくんあんな感じだったえでもねそんなねうーんでも俺、な何だっけなでもあれよりは薄かったけど <laughs> でもいっぱい書いてくれててえなんかこんなことを思ってくれてたんだってめっちゃ嬉しかった感動しましたありがとうございます <laughs> はとも終わりとはね別に言ってないけどね とりあえず楽しみ見てないみんな見れないの <laughs> 息子たちも喜んでた本当によかったあれは「ワンピース」いいねマキちゃんテレリ,リアリティショーとか見ないかと思ったえでもオオカミくんはもう私は最初の時から普通に超見てる大好き だから今回、そのあんちゃんが出てくれてあのずっとまきさん、自分見てたからさなんか自分の妹が出てでなんか嬉しい気持ちでもありあの悲しい気持ちでもある <laughs> 誰目線すぎない、自分親目線で見れません、親じゃないから <laughs> あんちゃんはちゃんといるのでお母さん、お父さん。 そうか、生誕の花色はうん見れるよ <laughs> 生誕で絶対に見たら落ち込む大丈夫ワンちゃん泣いてるよ見たら落ち込むと聞いたので <laughs> まあね落ち込むよねゅあのファンの方は周りぐらいのことは言葉にしゃいだけでみんな思っているはず嬉しいほんとにね めっ,ちゃめっちゃおな鳴っててキモいごめんねめっちゃ心に響いて嬉しい頑張ろうってなったとりあえず明日の幕張も楽しみ明日も楽しみましょう今日はさあのなんかさイオンモールの時割とあのいつもだけどイオンモールの時割とみんなねいっぱい来てくれてめっちゃ嬉しかった今日もいっぱいみんな来てくれて。 ありがとうございます来てくれて <laughs> そう今日は一本だけだったからみんなとちょっとしか会えなかったけど <laughs> 嬉しかったです会えて。 全くが悲しい番組るるの怖すぎるってまあねなんかアイドルこうさやっててやめた直後にねあれはなんか悲しい気持ちも確かにあるけどまあ、でも知ってもらえるチャンスでもあるからねでも難しいよねああいうのってマキはそういうのさ全然全く経験がないからずっともうマキはアイドルちゃんだからさあれだけどさ 難しいですよね本当にさマッキー夜ご飯めっちゃ食べたのにめっちゃおな鳴っててもうなんか病気かもしれない今日めっちゃ食べた今日はね絶対にあの自分で料理を作るって決めててね本当にお腹の音聞こえるめっちゃやばいよね 今日はそうご飯絶対海鮮丼を作りたいって決めて作るっていうかアボカド入れて作りたいって決めてて帰りにスーパーで買ってあとやばい本当にずっとお腹鳴ってるあとラーメン食べたでも今日ね朝食べてから何も食べてなくてネイルいってたりしてたから そう、朝お家出てなんかパン買って食べてその後もうずっと食べてなかったから超お腹空いててでも変になんかコンビニとかでさちょこちょこ食べたら食べれなくなっちゃうからと思ってずっと我慢してたでお家でいっぱい食べた幕張 AKB 感覚で。 まき別にさ、幕張電車で来たことそんななかったんだよね。めっちゃ来てたけどさ、握手会で。まきちゃんず意外に千葉県民。えね、それを思った。とりあえず、先走って倒れてるやつ、通用してきますよなら。大変、頑張ってね。介護大変だ。千葉県に近い。えね、確かにそうかも。 何の話したっけあ、千葉県民だそう、千葉県今日ね初めて電車に乗って行ったんですけどんか、ま、舞浜通ったなんかさ久しぶりに配信するとさ自分が話したいなんかうまくさ喋れなくて変な感じしちゃう。 世界とか時夏染め幕張ドラマ見る感覚で見れるかもああオカミくんかやばいよねほんとにごめんねずっとおな鳴ってるわ幕張はない週間ですえっマキの生誕のあとってこと いいねいいねえそう海鮮丼海鮮丼作ったには入らないよね海鮮丼を作っためっちゃ食べたでいっぱい半身浴していっぱいドライヤーとかして今に至ります今日は絶対になんか10時とかにもうドライヤーとか全部お風呂が終わってることってなかなか最近なかったから 今日はゆっくりできてとても嬉しいイナ、ま、ちゃんのマーラータンおいしそうだったねマキマーラータンね食べれないから全然あのマーラータンのあんま良さが分かんない俺もラーメン食べた何ラーメンマキは辛い担々麺ずっとお腹鳴ってる ディズニーは最近全然行ってないかも行ける暇が全然ないねなんか休みってなったらもう一日お家でずっと休んでることが多いかもまきちゃんは今日も可愛かったありがとう本当に今日来てくれて嬉しい久しぶりの再会はやっぱり <laughs> ラーメンじゃなく つけ麺つけ麺いいねマキはあんまそんなマキはもうラーメン派かも駅からも会場が遠いからねレイクタウンはさ森はさ超遠いよね阪神浴一時期ハマってたあれいい阪神屋大好き <laughs> 今日もね無限に入っちゃうなんかさ阪神屋ってさちゃんと自分で時間決めないといっぱい入っちゃうからよくないんだよねでもほんとに 今日はいいっぱいみんなやっぱねみんながいっぱい会いに来てくれるとマキもすごい楽しいし嬉しい気持ちになるしでもみんなが会いにあんまり来てくれなかったら悲しい気持ちにもなるしみたいな感じだからみんな今日いっぱい会えてとっても嬉しかったし楽しかったです。 だからみんなありがとうございますもう明日がやってライブ2本やって17定期でで18がシアターマーキュリーでもう終わりっていうあ終わりではないもうそれであの生誕が来てしまうので生誕の前にジュリアパーティーもあるんですけれどもね。 まあ次の日も生誕の次の日もシアターマーキュリーでライブありますけれどもとりあえず生誕に向けていっぱい楽しみたいと思ってます <laughs> えねえねえ待ってなんかさ危なっカラオケ配信になっちゃった。 いいね家系最高じゃんまきも大好き家系でもさあれってにんにくとか入ってるからあのね次の日休みの日とかじゃないと全然食べれない <laughs> もんこタンメンそうもんこタンメンはなんかお姉ちゃんがねどうしても あの店舗で食べたことないから食べたいって言っててちょうどマキもなんか休みの日だったから一緒にじゃあ夜ご飯食べに行こうってなって店舗に行ってマキは五目味噌タンメンでも辛さは6とかそんな辛くないんだけど食べたんだけどマキその日朝から何も食べてなくて夜のために食べたんだけど。 なんかもう半分ぐらいでお腹いっぱいになっちゃってあとライスも頼んでてだけどお腹いっぱいすぎちゃってお姉ちゃんにほぼほぼあげたもったいないってめっちゃ思ってる <laughs> 今月気づいた全部皆勤賞ってこと 今週週は来週に備えてしままったすまなううん、うん、全然だよありがとうね遠い中来てくれてカラオケしてもいいカラオケカラオケするぞやばいもうみんなカラオケモチベになっちゃってる昔めっちゃショールームでカラオケやってたからね懐かしいとても お姉ちゃんも辛いのなんか辛いの得意らしい。マキが一回なんか夜になんかスーパーで辛い麺みたいなの買って帰った時にお姉ちゃんとかママが「えっおいしそう」みたいなのめっちゃ食いついてきてで一口だけあげたらなんか次の日真似して買っててなんか辛いの好きなのかなわかんないけどなんか真似してきた <laughs>。 ラーメン食べ終わって車乗ったらドアミラーが一生動き続ける病気にかかってたから嘘大丈夫一生動き続ける病気やばい <laughs> あラーメン食べ,い、ね、食べに行く二郎ラーメンってさ本当にさ最高だよね <laughs>。 20分まで配信しようやっほー生誕のチケットが残り S が本当にあと超何枚かであとまだ A チケットはまだ全然いっぱいあるんですけど S はあとちょっと完売させたいなと思ってるのでみんない さんも拡散してくれてると思うんだけどいっぱいみんなもお友達とか誘ってきてくれたら嬉しいなと思いますし昨日昨日かな昨日おととい昨日かな大抵出ました「花色は」最初10分枠あってその後あのゲストのグループのライブがあって。 花いろは最後花いろはの持ち時間もいっぱいあるしコラボの持ち時間もありますしソロもありますし生誕は自分がやりたい曲花いろはの曲もそうだしできるから楽しみにしててくださいまきちゃんセトリを。 もうあと1週間切ってしまったのででも本当にみんないっぱい楽しみにしてるよーっていっぱい言ってくれてるしなんかずっと応援してくれてるマキ推しの方はもちろん花色派になってからさあのしてくれた人もみんないっぱい楽しめたら。 いいなって思ってて思ますしマキもさ誕生日当日だからいっぱいの人にお祝いしてもらうの楽しみだし楽しみだけどみんなにとってもやっぱ楽しかった思い出になったってなってほしいからみんなもいっぱい楽しみましょう生誕はやっぱさ1回しかないからさドアミラー左がずっと生まれててやっぱり。 怖いよねもうさなんかずっと動いてるってことでしょり <laughs> 期待してるえー、期待に応えられるかなちゃんともうね何回も変えてる毎日なんかえこれもやりたいあれもやりたい,りたいってなっちゃってでもやっぱ決められてるからさ曲数さどうしようって毎日ずっと悩んでる頑張るね よかった瀬りにな生誕あれやりますかあれってあれいつものやつなんかソロでやる曲をずっと悩んでてどうしようかなってなってる「瀬戸り ART」うん出さないかな瀬戸りはなんかみんな出してるよね出してもいいかなって思ったけど なんかずっと出さないスタイルでやってるから出さないかなーって思ってます今のところなのでみんな当日楽しみにしててください みんな楽しみにしててね星太。来週、来週楽しみにしてから、誕生日、あさてか仕事。今日せな最高って絶叫する <laughs>。絶叫やばい。ラバキャルこと襲って。花色ファイト。花色ファイト早くやりたい。あと、涙こぼれてもとか、いっぱい、なんか最近好きな曲があったけど、最近あんまね、レッスン、昨日レッスンしたんだけど、 なんか最近ねあんま前みたいにめっちゃレッスンっていうのがないから早くさ曲もっと増やしたいよねもう今でもまあ確かにできる曲めっちゃあるけどいっぱい増やしたいなって気持ちですやばいもう21分になっちゃったみんなありがとうございました明日ライブ2本あってもうしたらねあとちょっとだから 涙好きなリアな人やめて多分まださ聞いたことあの4回とかしかないからそれでいい曲ってなっちゃってる <laughs> そうやっぱさやればやるほどさ慣れてきちゃうじゃん曲って涙こぼれても好きだよありがとねみんな「君ラボ」トリーが隠れえ君ラボ最近全然やってない せっかく覚えたのにさ <laughs> 文句ではないんだけど全然「君みらぼっを好きだからやりたいあんま最近ねやってない曲も多いからやりたいねと思ってますまあでも生誕はみんな楽しみにしててくださいということでみんなありがとうございました明日もよろしくお願いしますということでランキング読みます 12位がゆうま11位がはめさん10位がゆうこさん9位がちひろ8位がとしぼんさん7位がアンジンをカムパンガッタさん6位がサスけアとまきちゃんずさん5位がてりゆきさん4位がプラハタンさん3位が XYZ とまきちゃんずさん2位が人生目標まきちゃんと結婚さん1位が世界一可愛い女の子のほとまきちゃんずさん みんなありがとうございました。みんなも早く寝てください。<laughs> ということで、おやすみ